何を話そうかなという感じなんですよ。僕も、今回ちょっと自分で、前回は、参考ウェイトで出させてもらったんですけど、ちょっと今回、霞ヶ浦にこのまま行かなきゃいけなくて、ちょっとレンタルセットを車に積んできちゃうと、ちょっと1週間以上出ちゃうので、ちょっと荷物がきつかったので、レンタルボートを、レンタル駅で、初心に戻って、4インチグラブをずっと投げ続けてました。はい。で、ゲイリーさんの方で、ちょっとカメラ回してもらいながら、1時間半ぐらいですかね、湖に出たんですけど、まあ、この、時田さんから、この本小回りのみをやって、まあ、人がすごい今日多かったと思うんですけど、まあ、人のちょっといないスペースを見つけながらっていう感じの釣りだったんですけど、まあ、4インチグラブっていうと、昔はすごいこうグラビングバズっていうテクニックがあって、それでめちゃくちゃ釣れた思い出があるんですけど、それを久々に、最近だと軸のトレーラーとかでは使ってるんですけど、なかなかノーシンカーでっていうのは出番がなかったんで、久々にやってみたら、まあそのグラビングバズっていう水面を引くテクニックだったり、まあ、あとそのままこう落とすこともできるし、まあ、そのままね、表層をゆっくり水面じゃなくて水面下を引くこともできるし、まあ、一個でこう、いろいろやっぱできるなっていう、こう、印象がね、またこう、蘇ってきて。で、まあ、やっていくうちに、そこの、なんて言ったらいいんですかね、ホテルの左側の方のワンドが一個ありますよね。そこに入ってったら、岸際でボコッとこう、奥の方でボイルしたような音が聞こえたので、もうその4インチグラブ、まあ、P で使ってたので、そのまま、奥にぶち込んで、いわゆる提灯スタイルで、奥で誘ってたらガバッと一発出て、それが5、600円ですね、5、600円ぐらいのやつが一匹釣れて、人も多いので、じゃあ上がりましょうかという感じで、僕は、一匹釣って上がってきちゃったんですが、まあなんか状況を軽く見てると、小さい魚はね、すごいいっぱいいて、なんかすごい小さいベイトをこう追っかけてる。で、岸寄りというよりはこう、岸からちょっと離れて、多分皆さんが釣ってるようなボートの下とかをこうクルーズしてると思うんですよね。で、たまにフィーリングしてるなみたいな、まあ、そんな、印象でした。で、やっぱりおそらく今回も多分600とか700以上の魚がなかなか釣れなかったと思うんですけど、まあ、そういったタイプの魚はまたこう行動が違ったりとか、まあ、上流域のこうバンク際にいたりとか、まあ、そういった状況だと思うんですね。去年僕がやった時と結構似てる感じかなと、思いました。で、マイクこれ1個しかないんだけど、もう1個喋る気満々じゃないですか。もう1人うちの亀山のディスタイルスタッフの、馬場君も出てたので、ちょっと釣りをまだ余裕で結構釣れたみたいなことを言ってたんで、紹介してもらえばなと思うんですが、あいあいだそうでしょうがないな、復活させたらいい。自分も亀山多分1ヶ月ぶりぐらいで、いろんな場所行ってたんですけど、まあ、ボート屋さんのブロックとか見て、まあ、おおよその状況は把握してたんで、うん、でも、やっぱりサイズが出ないと、なんですかね、やっぱり満水で、ちょっと釣りづらいっていうのも分かってたんで、うん、あと、皆さん、魅力っていうか、うん、まあ、来週シャッターもあるんで、はい、いろいろ見てもらったんですけど、うん、まず、最初、まあ、本当は、2手前、うん、ちょっと、ね、やっぱボイルしてたんで、はいはい、それはレゼルの、うん、シェイクですね。あれ、大体沖でポポッとやってるのは、大体バスかな、コイとかも。コイがいるときは、なんすかね、完全に跳ねる。結構デカめの。はい。うん、で、バスのときは意外としようかな。はい。じゃあ、ほぼほぼバスだね。ほぼほぼバスだっていうのは。はい。はい、ただ、このボイル、やっぱり風吹くとしないんですよ。うん、なるほど。はい。遠心が下がって、はい。はい。まあ、沖を多分、回遊しながら、風がないとボコッと上に追い詰めて食ってるみたいな。そうですね。で、なかなかその、はい、なんですね、ベイトが小さくて、うん、ルアーを合わせるのが、ね、なかなか難しいんですけど、うん、まあそこはレゼルバの低シェイクで、うん、ルアーのシルエットなんですか、ぼやきさせて。あ、なるほど。はい、魚の群れっぽく見て結構合わせる。ちっちゃい方でしょ。はい。実は今、ちっちゃいレゼルバを作ってて、それをちょっとガオシャンにテストしてもらうので、そうですね。はい。で、出たと。
で出ました、はい、あとはどんな感じ、何本くらい使ってる、今日2時間ぐらいで5本ですか、ね、うん、さすがだね、マックスはマックス700、700ぐらい、はい、うん、それは どの辺でちょっとここから見えないんですけど、マッピしたボート前、うん、あ、はい、はい、島、水中島があって、うん、で、差し木入ってるんですけど、うん、あ、その島に、はい、はいはいはい、で、その、なんですかね、島の地形変更を直接狙っちゃうって、ちっちゃかったんですよ、400とか、うん、で、最後、差し木があるところに、うん、ボール、マイキスルートの 1.8g のダウンショット、ダウンショット、はい、うん、をボールさせて、まあ、結構、多分浅かったと思うんですよ、うん、引いたらすぐ走ってたんで、あ、じゃあ、浮いてるやつが食ったみたいな、はい、そうですね、はい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 、それが一番良かった、はいはい、はい、まあ亀屋、今日ちなみにちょっとあれですよ、釣れなかったって方いらっしゃいます、魚全然なん釣れねえじゃねえかよみたいな、はい、少しね、はい、そんなボイルなんか見てねえよみたいな、はい、なんかこう、まあ、エレキだけじゃん、はい、で、まあ各ボート屋さんいろいろあると思うんだけど、ここバージョン的にこう、なんていうの、そのエレキだけで釣っていくコツっていうか、はい、なんかないか、エレキだけですか、例えばボートだったらもう行きたいところにボート走って、はい、エンジンだったらね、はい、っていう釣りになると思うんだけども、それとはもう絶対違うじゃん、はい、そうですね、でね、試合でも毎回コンスタントに釣ってきてるから、はい、なんかそのエレキだけでこう回っていく時のなんかこうコツっていうか、うん、これちょっと経験になっちゃうんですけど、うん、やっぱ1年として通ってるとその季節ごとに濃いエリアだったり、うん、まあ、そういうエリアがあって、あと天候ですよね、うん、カレント、揚げ焼き釣ってて、カレントとかに出たとかやっぱ上流で、上流とかインレットとか、ね、はい、インレットとか、ね、で本湖はぶっちゃけ通年釣れるんですよ、うん、ダムサイトは、まあ、放流っていうかダムの放水口水があるから、ね、はい、カレントがありますし、うん、はい、でそのカレントでやっぱり2先とか釣れるんですけど、うん、いかんせんちょっとサイズ出しづらいんですよ、なるほど、まあ、こういう大会になると結構上位に行くのは難しいよね、難しい、団子のね真ん中ぐらいみたいになっちゃうね、はい、うん、なるほど、じゃ季節によってやっぱ違うと、はい、あんまりでもあれこうスタートしてもういきなり上流行っちゃうとかそういうのはあんまない、よっぽどいいなと思ったら行くね、はい、じゃあやっぱその雨降ったとか そうですね、そういう条件がある時には動いてる、はい、あ、なるほど、そういった釣り方ですね。あと、そうだな、まあ、亀山っていうと、まあ、基本こう、ね、小さいのが多いんだけど、はい、たまにボッとでかいのか、そうね、釣れてないんだけど、はい、これを多分結構狙ってる人もいると思う。はい、だからなんかこう季節とか、タイミング的にこんな時がいいよとかあれば、はい、はい、もう本当にでかいの狙いたいんだったら、もう、あるとにかく通い続けてください。具体的に何月何月？ 2 月の中旬から、うん、まあ、2月の中旬は意外と5弱ぐらいのが動き、なるほど、クソでかいのっていうよりは、はい、まあ、分かって元気です、うん、はい、はい、で意外とその、なんですかね、3月下旬ぐらいから本当にマックスサイズのでかいのが行き始める、うん、見える見えますか、見えるんだ、はい、その時期あん、この時期来たな、多分結構なんか早かったからまだ寒かったけど、はい、3月末とか、そうですね、うん、はい、まあ結構、それで見えるからって口使うかどうかって言われると、うん、結構まあ、相手次第になっちゃうところもあるんですけど、はい、はい、ただ、やみくもに打っていくよりかは、うん、その見えた方がいい、あ、見えたやつを確実に狙ってた方が、はい、釣れる確率だった、はい、なるほど、ね、うろついてんの、なんていうんですかね、ある程度、うん、そのテリトリーがあって、うん、その海外を回遊してる感じです、ね、あ、なるほど、じゃあ、例えばそれがカバーに入った瞬間とか、そうですね、止まったりした瞬間に来る、来る可能性がある、はい、それ何月ぐらいまで出そうかな、あー、そうですね、でも意外と6月ぐらいになんか遅いやつに見えるってのもあるんで、うん、なるほど、ただ6月になると多少アフター入ってて、うんうん、ちょっと痩せてるかな、なるほど、じゃあ本当に2、3、4、5、そうですね、本当にその4キロ、5キロ、うん、もう狙うんだったらやっぱ針しかないですね、なるほど、はい、はい、まあ自分もねマックス何センチか52、3は結構釣ったことあるんだけど、はい、多分ね52、3だと思うんだよ、で1回だけ3年前ぐらいに岩永の取材やってて、はい、58ぐらいのかけて、はい、で、もうランディングする寸前、手元2センチぐらいでバレて、はい、さよならしたことがあって、それが6月ぐらいだったかな、6月ですか、結構3メ
クリアで水が、あ、はい、うん、3メーターぐらいのところにこう見えて、はい、それをあの表層まで浮かしてくましたんだけど、あの青木虫調子にして、はい、うん、それが一番でよかったけど、まあ、でもなかなかこの時期とかは難しいね。難しいですね、うん、まあ、やっぱり春がいいと、はい、春が、はい、でこれからは秋に向かってどういう感じで落ちていくのかな、もっと魚のレンジは基本的にちょっと徐々には深くなる。徐々には深くなる。ただ、あの、通年としてやっぱ、でかいの、うん、やっぱ、シャロー側。はいはい、はい、で、ディープで、純粋に50アップするんだったら、うん、まあ、壁は効かないんで。そうだよね。まあね、はい、あの、全国的に見ても、はい、ないね、あんまり。そのディープで、ポロッとでかいの出るって、よっぽどじゃないとない。はい、うん、あの、池原とか、うん、あの、ああいうとこって、あ、そうだね。うん、なんですかね、ディープまでベイトがしっかり落ちるんで、うん、やっぱ釣れると思うけど、うん、やっぱり、壁山とか大変、うん、はい、食ってるもんが違うんだよな。そうですね、あのなんかちっちゃい沖のクルーズして食ってるじゃん、はいはい、あれでかいの入ってるの、あれは多分ずっとやってても1キロぐらいまでだったら、そうです、ね、いけるにはいい、はい、でもあれで2キロ台が釣れるとちょっと考えにくいかな。そうだよね、はい、あとでかいのになるとカバーとかサイトとか、そうですね、ついてるギル系とか。なるほど、あ、ギル系ね、はいはい、6メーターぐらいで釣った魚がいたんですけど、釣ったらエビ食ってました。わあ、さっきね、エビがいるって確かに言ってた。はい。あの、口からエビ出して。あ、そうなんだ。はい、じゃあ、ボトムを意識した釣りなんかも、まあ、ありっちゃありますね。そうですね。はい。なるほど。はい。はい、まあ、参考にあのしてもらって、ぜひ次の亀山にあの行かせてもらえればと思いますが、はい、集計はどうなんですか？終わったの？終わったみたいなので、表彰式の方を始める？大丈夫？早く言ってもらわないと永遠続いちゃうからね。はい、始まるそうです。はい、行っちゃいました。はい、ということで表彰式を始めます。